パチンコ大好きでパチンコ系 YouTuber になろうと思っています。ギャンブル系の YouTuber は今後広告収益がつかなくなるという噂があります。どう思われますか？あんまつかないんじゃないですか？例えばそのアメリカとかって、そのギャンブルのようなものが見えてるという時点で、21歳以下が見ちゃいけないとかっていう、その法律で、その州によって決まるんですけど、制限されちゃったりするんですよね。日本の場合ってそういうの緩いんですけど、また FF14 の話なんですけど、FF14 の中に麻雀があるんですけど、あれがなんで麻雀でカードゲームじゃないか。トランプのカードゲームの方が分かりやすいじゃないですか。あの、ポーカーとかブラックジャックとかみんな知ってる。で、あれって、お金をかけなかったとしても、トランプのカードでゲームをしてる時点で、ギャンブルを想定させるんですよ。あの、FF14 って多分12歳以上ができるゲームになってるんですけど、ギャンブルを想定してしまうようなゲームが内包されてると、18歳以上かなんかのレーティングにしないと売れなくなるんですよ、アメリカで。そのトランプのカードを扱った時点で18禁のゲームになっちゃうんですよ。なので良くないなっていうので、いろいろ法律調べて、麻雀ってアメリカねえから、じゃあ麻雀にするわっていうので麻雀になったっていう、そういう逸話があるんですけど、っていう感じで、そのギャンブルっぽいものっていうのはアメリカはすごい厳しく扱うんですよ。あの、まあ、カジノとかラスベガスがあるから、カジノに対して割と緩いんだろうと思いがちな人が多いんですけど、実はそのオンラインカジノって州によっては禁止されてたりとか結構厳しいんですよね。で、あの、子供向けのテレビ番組とかは、その大人が見てるようなものは一切映らないようにするんですけど、でもなんか日本ってその大人向けのなんか人が死んだりとか血が出たりとか、なんかあの性的ななんちゃらをしたりするドラマみたいな子供が自由に見れるんですけど、アメリカってドラマとかの場合必ず何歳以上は見ないでくださいとか、これを見るんだったら保護者の了承のもと見てくださいとか、かなりそのレーティングを厳しくやってる国なんですよ。で、もちろん YouTube はアメリカの Google の子会社なので、あの、正確に言うとあの YouTube アイルランドとか会社なんですけど、まあいいやっていうのがあるので、そのアメリカルールに従わざるを得ないんじゃないかなと思います。女子大生がランボルギーニを運転する動画を上げたら広告 NG でした。へえ、なんでだろう。多分女子大生が未成年だからじゃない。あの、未成年の使うのって今結構 YouTube って厳しいので、あの、20歳以上の人を使った方がいいと思いますよ。あ、ひげおやじさん20歳以上ですよ。